アビオン・エズノルト・ペルタリー、1906アビオン、エズノルト・ペルタリー、1906ロベール・アルベール・シャルル・エスノー・イコール・ペルトは、フランスの飛行機設計者で、宇宙飛行についても、理論的研究を行った人物。日本語表記は、エノー・ペルト、エスノー・イコール・ペルテリなどとも。彼は、パリで、織物業者の息子として生まれ、パリ大学の理学部で工学を学んだ。 航空分野における彼の最初の実験は、ライト兄弟の機体に習った服用のグライダーを使用していた。彼のグライダー設計は、カレー近くの海岸で試験された。しかし彼の設計は間違った情報に基づいており、失敗に終わった。ライト兄弟の方法を見捨てた後、彼はエルロンという着想を実現した。エルロンは飛行機をロールさせるための最も標準的な、 構成要素である。1906年、エスノイコールペルトは牽引された飛行の実験を開始した。同年9月19日に彼は500メートルを飛行した。彼は1907年10月10日には彼にとって最初の動力機、ペルトリアイで100メートルの飛行をしている。この飛行機は7機筒30馬力の空冷エンジンを使っていた。 汎用機ペルトリ率での試行は1908年7月8日に開始した。この機体は飛行距離1200メートル、高度30メートルを記録した。これの改良系を1909年にランスで飛ばした後、エスノーイコールペルトは自分で飛ぶことをやめ、代わりに飛行機の開発と製造に当たるようになった。エスノーイコールペルトの家族は、 彼の飛行機設計の資金を得るために過度の投資を行い、それは彼らを破産寸前の状態まで追いやった。とはいえ、S ノーイコールペルトが操縦艦による飛行の制御の発明者であり、その特許を持っていたことも確かである。第一次大戦後、彼は操縦艦の特許に関する訴訟に巻き込まれた。大戦中に作られた多くの飛行機がこの設計を使っており、 複数の飛行機会社が彼に特許料支払いの義務を負っていたからである。勝ち取った賠償金と訴求して支払われた使用料はエノのイコールペルトを裕福にした。またこの大金により彼は父が行った莫大な投資に報いることができたのだった。彼は宇宙飛行にも興味を持ちロケット飛行に関する方程式を考案した最初の人物となった。 彼の達成した業績は1930年に L ・アストロノーティクとして刊行された。1934年の改訂版は惑星間飛行の詳細と原子力の応用についても触れていた。1927年6月8日、s イコールペルトはフランス中高校協会でロケット推進を使った。 大気圏外の探検に関するシンポジウムウェル、エクスプロレーションパールフュージーズデラトレスオート、アトモスフィアイラポッシビリテデボイジーズ、インタープラネタアーズを開催した。ジャンジャック・バールは、この公演に出席し、エスノーイコールペルトと、ロケットに関する話題を分通するようになった。1928年11月、彼は、ニューヨーク行きの遠洋定期船、イルドフランス号上で、 カルメンデキロスという女性と結婚した。1929年、エスノーイコールペルトは、軍事的な爆撃に関して、弾道ミサイルという着想を提案した。1930年までには、彼とジャンジャック・バールは、この構想の研究を始めるようフランス軍務省を、説得した。1931年、二人は、 多種多様な方のロケット推進システムで実験を開始した。同じ年に彼はガソリンと液体酸素で動くロケットエンジンのデモンストレーションを行っている。テトラニトロメタンを使うロケットの実験の際には S ノイコールペルトは爆発で右手の指3本を失った。不幸なことに彼らの研究はフランスでは帰り見られることはなかった。彼の趣味は乗馬。 ゴルフ、キャンプ、自動車を運転することなどであった。発明家としての生涯を通して、彼は、夜勤額から自動車のサスペンションに至るまでの広範な分野で、約120の特許を取得した。彼は、操縦管による、飛行機の操縦、そして新型の燃料ポンプの発明者である。彼はまた、ジンバルノズルによるロケットの制御というアイディアの、生みの親でもある。 ありがとうございます。